ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回はイドリーのビジュアルについて学術的に完全解説をしていきます。いろいろな大きさから服装や体重まで網羅的に解説しますから、よければ最後までご覧ください。このチャンネルでは今後も推しの良さをすっきり理解できる動画をたくさん作りますから、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。こちらは本動画に関する注意点です。気になる方は一時停止してご覧ください。まずはイドリーの3サイズと体型についてです。バストウエストヒップの大きさをキャラクターの少しから長さを計測して第2近似して求めました。イドリーのバストはトップが91センチ、アンダーが67センチのハイカップになってます。カップサイズ的にはなんと柳と同水準となっております。またオルペウスやイブリンよりも少し大きく仕上がっているという感じです。ここでバストの形を正面と側面から見ていきましょう。女性のバストの正面の形は9種類に分かれることが知られています。イドリーのバストの正面の形に最も近いのはラウンドで全体的に丸い感じかなと思います。これだけ大きいとですね、外に広がったサイドセットのようになりそうではありますが、円形のラウンドを保っているという感じです。また横から見た形には大きく6種類あります。イドリーのバストの側面の形に最も近いのは釣り鐘型で、上側もしっかり膨らんでいて、下も重たい、全体的にふっくらしている感じです。ユズハと比較しますと下へのずっしり感がより伝わってくるかなと思います。ただしこちらでね、上に上げている感じがしますから、釣り鐘化しているのかもしれません。さらに乳房はビーチコース境に上下で黄金比45対55になってます。イドリーの比はだいたい45対50で、黄金比よりも下が軽めになってます。まあやはりこちらで上に上げている影響かもしれませんね。一般に美しい胸の条件は正面から見て丸いラウンド型、横から見て半球から大腕型、そして上下の比率が黄金比であることとされてます。イドリーのバストはこれらの条件からは外しているものが多いんですが、まあ、そもそもね、大きさが常識外れというところがありますから、一般論とは関係なくバランスの取れた形状となっております。次にウエストは53センチでヒップは89センチでした。ウエストヒップのバランスは 0.6 でヒップが結構大きい感じになってます。ウエストヒップの比率は一般的に 0.7 ぐらいが理想で、お尻の方が大きいのがいいとされています。イドリーはこの理想値からは外れていて、理想よりもよりヒップが、まあ、バランスとしては大きいという状況となっております。まあこのタコを支えなくてはいけませんからね、まあ致し方ないというところでしょう。また3サイズから体型を3つに分類してみました。バストがでかいリンゴ型、ボンキュッボンの砂時計型、ヒップがでかいような仕事です。計算式は以下の感じです。計算の結果、イドリーの体型は砂時計型で、まさにボンキュッボンという感じでしょう。まあ、タコで下半身がボリューミーになりますから、上も大きくして下もタコ支えで大きくなる、非常にロジカルに砂時計型を作っていただいているという感じです。ありがとうございます。次に可愛いモーションを見ていきましょう。イドリーはですね、私個人的にかなり好きですね。まずハンマーの重みが全身、特にこう下半身にとても伝わってくる感じがするんですね。もうこれだけです。ものすごくアピールしてくれてるなというのが伝わってきます。またポールにも精通しているのか、急に回転を見せてくれますね。前から見ても横から見ても大変に素晴らしい入れ出しとなっているわけでございます。また非常にね、重たそうなタコ足ですが、タコがね、後ろからついてくるという感じが多くなってますから、かなりのスピード感を感じることができます。そして、チャージ攻撃ですよね。このチャージの際にね、一瞬目を閉じる様も非常に心にグッとくるところがありますし、このチャージポーズもタコのふにゃふにゃとね、ポーズの硬さとのバランスが大変に芸術的に仕上がっております。そして、この H 差の中に含まれた音がかなり気持ちいいんですね。受け止められる。この攻撃時のセクシーさと演出の音の組み合わせによって大変に満足感のあるカタルシスを感じれて、非常に素晴らしい出来上がりとなっております。次に太ももの太さを見ていきましょう。体の正面と側面の長さを計測して円形近似を用いて周長を計算しました。ここが一番盛り上がりを感じますから、ここを計測しております。すると太ももの周りの長さは61センチぐらいでした。太ももの前の太さはだいたい 18.8 センチぐらいかなという感じです。これはイブリンよりは若干細いかなというぐらいに収まっております。 500ml ペットボトルの高さが20センチほどですから、まあほぼ同じ感じとなってます。まあ、下はね、
タコが守ってくれてますから、自信を持って足を外に出せて、鍛えることができるということでしょう。次にお尻のライン見ていきましょう。ライン測定のために体を横から設定しまして、ライン数式化していきました。すると、イドリーのお尻は余韻のあるライン派という感じです。こちらの直線よりも約 20.5% ほど膨らんでおりまして、ポンと立ち上がって外へスーッと逃がす曲線、物語のあるカーブと言えそうです。次に全体的な服装と露出度、露出箇所を見ていきましょう。服装全体のテーマは深海の知的なサキュバスといった感じでしょうか。肩を出す白いオフショルダーが非常に映えておりまして、胸元はしっかり出しつつも黒いコルセットとつながっています。腰は革っぽい黒になってまして、ベルトで締まり具合を表現していて、細いウエストをなお強調しています。ウエストを締めて胸とお尻のメリハリをはっきり出す、体型のくびれを主役にする配置になってます。ボトムスはボディースーツタイプですね。金色の小さなフリルがついておりますから、視線をウエストから下へ自然に誘導してきます。そして外せないのがこのタコ足ですね。太いタコ足をうにょうにょさせることで、ハンマーを振る体幹の強さを視覚的に強調させてきます。タコなんですけれども、世界中で賢さや器用さの象徴になっているそうです。たくさんの腕がありますから、同時作業できる、つまりマルチタスクの象徴でもあります。まあ日本でも絡め取るとか変幻自在のイメージがありますね。まあだからなんだという感じではありますが、とっても楽しみです。また片方の足は太ももの付け根まで見える大胆なカットでして、裾はタコの吸盤みたいな半円模様で飾られています。そしてもう片方の足は濃い色のストッキングで、左右非対称で、この違いが足をより長く細く見せてきます。ここで露出度計算のため、医学で使われる肌面積計算の方法を編集して使います。すると全体の露出度は 35% ぐらいでした。皮膚箇所としてはおへそぐらいかなという感じで、どこもちょいちょい出てるなという雰囲気になってます。しかし服がピッチピチで、なお下がうにょうにょですからね、まあこれぐらいでむしろちょうどいいかなという感じです。次にこの体型が織りなす歩行の美しさを見ていきましょう。イドリーの歩行はね、一部を除いて実は結構落ち着いてるんですね。というのも服のひらひらが乏しいからですね。運動はもうね、このタコと水風船にかなり集中してるなという感じがします。自信にあふれた大人の女性の歩行というものを全力で堪能できる仕上がりとなっております。次に体重を推定してみました。体の各部位の体積をもとに体重を推定しております。イドリーの身長は公式によると 171cm とのことですから、ここから体重計算してみましょう。こちら超概算ですから、まあ、参考値としてください。計算の結果、イドリーの体重は服を除いて約 63.3kg ぐらいかなという感じです。身長 171cm くらいの女性の標準体重はだいたい 64kg ぐらいですから、まあ、少し軽めかなという感じです。まあ、イドリーはね、いろいろと大きいんですが、腰がね、結構細いですから、少なくとも体重は軽めに収まってそうだなという感じがします。次に顔と髪を見ていきましょう。瞳は赤紫色をベースとして黄色のリングがありますから、鋭い視線を感じますね。口の下の小さなほくろが色気のポイントですよね。もうとりあえずここに目が行ってしまう、いや見せてくださいという感じです。髪は丸いショートボブになってまして、真ん中の渦巻き前髪が海の渦巻きとかタコをモチーフにしてるなという雰囲気があります。あとボブの前下がりラインが小顔効果を生んでおりますから、顔の輪郭をよりシャープに見せております。このね、顔のシャープな線と髪の丸いシルエットが互いに呼応しておりまして、柔らかくかつ親しみやすい印象になってるかなという感じがあります。またボブの軽やかさが上半身の視覚的な重さを軽減していますから、下半身の特にタコ足の重みがより強調されてきます。全体として金髪、紫の瞳、黒のアクセントのコントラストで神秘的かつ高級感のある配色だなという雰囲気です。次にイドリーの現時点での二次創作人気度を見ていきましょう。ピクシブにある過酷作品の割合を見ていきます。ピクシブにある全ての作品数は411作品でした。過酷作品は182作品でした。つまり過酷作品の割合は 44% ということになります。この割合はリュシアとかユズハと同じぐらいになっています。なんか全体的に小さいなという感じかもしれませんがね、イドリーはね、もう確実に来ますから。私の優秀な息子が自信を持ってます。数も割合も今後確実に伸びますので、ぜひ期待しておきましょう。
次に性能とおすすめの凸数です。イドリーは今の HP が少ないほどダメージが上がる特殊な能力を持ってます。これは教科書に書いていました。凸は好きならガンガンやっていきましょう。個人的にイドリーは完凸する方かなり多いんじゃないかなという印象があります。好きならね、後悔することはありませんから迷わずやっていきましょう。ここまでのビジュアルをまとめるとこんな感じになってます。イドリーはね、深海の知性と妖艶さを兼ね備えていて、タコ足という独創的な要素を融合されたバランスの取れた大胆なデザインになってます。ハンマーを振る力強さと曲線美が織りなす優雅さが同居する唯一無二の魅力を持つキャラクターに仕上がっているかなという印象です。最後にイドリーの香りを考察妄想しました。イドリーに近づくと柚子の弾けるような香りと海の霧の雫が一瞬混ざり合います。これは柔らかく優しい話し方の裏にあるいくつものことを同時に冷静に見極める落ち着きさを表したような香りです。やがてスミレ色の花の香りに海藻の青々しさが重なります。その塩の香りを含んだ甘い香りがそっと私たちを包み込んでくれることでしょう。解説は以上になります。イドリーはね、くねくねムンムン色系タコお姉さんです。気になる方は積極的にゲットしていきましょう。この動画についてご指摘、ご感想などありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。今後もここでしか得られない女性キャラクターの最新情報を提供します。見逃したくない方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントもお願いします。以上、ももかんでした。ではまた。